こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は2020年に世田谷区で起きた世田谷腹ばいスケボー事故を紹介するぜ。腹ばいスケボー事故？なんだか変わった名前ね。その名の通り、スケートボードに腹ばいで乗っていた5歳の男の子が、交差点でワゴン車の下敷きになったというとても珍しい交通事故だ。そんな小さい子が、しかもスケボーに腹ばいって、どうしてそんなことになったのか気になるわ。そうだな。残念ながらその男の子は搬送された病院で帰らぬ人となってしまったが、この事故の運転手は交通ルールをきちんと守り、模範的な運転をしていたんだ。そのため、運転手の過失が認められるのかそれとも不可抗力だったのか、とても難しい判断を迫られたんだ。模範的な運転手が引き起こした回避できない事故だったってこと？ああ。今回は事故の経緯や現場状況を掘り下げ、なぜこんな事故が起きたのか、その疑問に答えていくぜ。子供が関わる事故って本当に辛い話が多いけど、聞くことで同じような悲劇を減らせるかもしれないわね。それじゃ、ゆっくりしていってね。事故が起きたのは2020年6月23日の午後1時頃、東京都世田谷区中町の区道交差点でのことだった。この日、5歳の男の子は祖母と一緒に外出し、楽しい時間を過ごしていたはずなんだが、現場の交差点に差し掛かったところで、思わぬ事態が起きてしまう。まさか？ああ。祖母が先に交差点を渡り終えた後、男の子がスケートボードに腹ばいになった状態で、交差点に進入してしまったんだ。は？腹ばいのまま交差点に？ああ。そして、不運にもその場に居合わせたワゴン車に轢かれてしまったんだ。男の子は救急車で病院に搬送されたものの、懸命な救命措置も虚しく帰らぬ人となってしまった。たった5歳の子が、本当に痛ましい事故ね。ああ。事故を起こしたワゴン車の運転手は自動車運転処罰法違反の疑いで現行犯逮捕。わずかの間の出来事が、取り返しのつかない結果を招いてしまったんだ。でも、どうしてこんな事故が起こったのかしら？事故現場は東急電鉄大井町線の上野毛駅から北に約 1km ほど離れた、一方通行の交差点だった。この辺りは一方通行が多いエリアで道幅が狭く、地域住民や用事のある人が通る生活道路だ。見通しは良かったの？いや、それが見通しが悪くてな。そのため、被害者側の道路には一時停止の標識があったんだ。また、道幅の狭い交差点ということもあり、ワゴン車の運転手はかなり安全運転を心がけていた。交差点の手前で自転車を確認して一時停止し、さらに被害者の祖母が道を渡るのも待っていたんだぜ。その後も自転車が来たため停止したまま待機。自転車が道を譲ってくれたのを確認して、発進したんだ。それなのに事故が起きてしまったの？ああ。その瞬間、運転手から見て、左側の建物の陰から突如として男の子が、腹ばい状態でスケボーに乗ったまま交差点に進入してきた。いわゆるパドリングの状態だったそうだ。腹ばいってパドリングの状態だったのね。それでどうなったの？なんと、ワゴン車の後輪と前輪の間をくぐり、車の下に入り込んでしまったんだ。だが、運転手はその男の子の存在に気づかず、そのまま車のスピードを上げてしまい、結果、男の子は後輪に引きずられる形となり、事故に気づいた運転手が急ブレーキをかけたものの、現場には約7メートルにわたって引きずられた跡が残されていたんだ。それは本当にお気の毒な話ね。ああ。当時、現場に居合わせた目撃者の証言も残されているぞ。音がドンってなって、見たら男の子が引かれていた。おばあちゃんが先に渡っているところをスケボーの男の子がこう来て、車にこう跳ねられた。ロングのスケートボードに乗って腹ばいで走ってました。男の子が白いワゴン車の下敷きになっていました。スケートボードの板が折れた状態で車の近くにありました。いたたまれない気持ちです。といった具合にな。他にも証言はあった？ああ。他の目撃者の証言から。子供が乗ったスケートボードがすごい速さで交差点に向かっていった。一時停止した車が動き出したと同時にこの辺にいた子供が、寝た状態で、車に潜り込むような感じで入っていった。という証言があって、事故の状況が明らかになったぜ。その他にも近隣の防犯カメラに、ワゴン車が交差点で一時停止した後、スケートボードに乗った男の子を引いた様子が映っていたんだ。ワゴン車を運転していた人もびっくりしたでしょうね。一体どういう人だったのかしら？運転していたのは、神奈川県相模原市に住む当時47歳の建設会社社長の男性だった。ちょうど仕事を終えて近くの事務所に戻る途中で事故を起こしてしまった。と供述したぜ。仕事帰りでホッとしていたんだろうな。でも慎重に運転していたんでしょ？一体何が原因で事故が起こったのかしら？そうだな。事故の要因の一つとして、スケボーの構造的な問題が指摘されている。
腹ばいの姿勢だと、ほとんど下を向いた状態になるため、前方の様子を確認することが著しく困難になるそうだ。さらに最近のスケボーはベアリングなどの改良で以前より高速での走行が可能になっているんだ。男の子は先に行った祖母を追いかけていたというから、なおさら急いでスピードが上がっていたんだろう。一度スピードが出てしまうと急な停止は難しく、速度のコントロールが困難だったと推測されているぜ。いろんな要因が重なってしまったのね。そうだな。一瞬の出来事で5歳の命が失われた痛ましい事故だったが、狭い交差点での視界の悪さや、スケボーの特性など様々な要因が複雑に絡み合い、不運が重なって起きた悲劇だったと言えるな。この事故、本当に防ぐことはできなかったの？では次に、ワゴン車の運転手に果たして責任を問えるような状況だったのか。専門家の分析や検証結果をもとに、事故が予測できた可能性について見ていこう。交通事故の責任を問われるとき、大切なのは事故を予測できる状況だったか、ということ。そして事故を避けることができたか、という点だ。例えば、通常の交通事故なら、運転手には前方や、左右の安全確認義務がある。それを怠った場合は過失が問われることになるぜ。ニュースでもよく過失運転致死傷って聞くわよね。ああ。しかしこの事故では非常に特殊な状況が重なっていて、事故の予測や回避が本当に可能だったのか。詳しく検証する必要があったんだ。そして、検証過程で浮かび上がってきたのは、誰にも責任を問えない不可抗力の事故、という可能性だったんだ。前にも話したが、事故発生時、ワゴン車の運転手は交通ルールに従って慎重な運転をしていた。交差点の前では左側の自転車を確認して一時停止し、自転車の女性が道を譲るのを待って発進したしな。本当に模範的な運転よね。だがその直後、スケボーに乗った男の子が腹ばい状態で交差点に侵入。運転手はこの時の状況を、運転席からは男の子が全く見えなかった、と証言しているぜ。そして事故の詳細な検証から、スケボーに乗った状態の男の子の高さが注目されたんだ。5歳児の平均身長は約110センチで、普通に立った状態でスケボーに乗っていれば、運転手は気づくことができた可能性が高いとされたんだ。でも腹ばいになっていたら、そうだな、腹ばいのポジションでは、わずか20センチから30センチ程度の高さにしかならないんだ。これはワゴン車の運転席からは完全な死角となる高さだった。通常の歩行者なら運転席から当然確認できたはずだが、まさかこの高さで人が移動してくることは誰も想定し得なかったというわけだ。子供の腹ばいの高さって20センチから30センチにしかならないのね。それは無理だわ。そうだろ？交通事故鑑定人も、車の至近距離では運転席からの死角が生じ、接近してくる子供が見えなかった可能性が高いと指摘しているんだ。特に予想外に低い位置にある物体は、たとえ視界に入っていても認識が困難だと分析している。これはテレビ局の実験検証でも同じ結果が出ているし、交通事故防止コンサルタントも同じ見解を出したんだ。専門家の意見がみな一致しているのなら、やっぱり避けがたい事故だったのね。そうだな。唯一考えられる対策として、窓を開けておけば、スケボーの音が聞こえた可能性がある。という指摘があったが、それでも回避は極めて困難だったとされているぜ。そうよね。それにもし冬だったら、窓を開けておく人なんてほとんどいないもの。何度も言うようだが、運転手は交差点での一時停止、自転車への譲歩など交通ルールを完全に遵守していた。目撃者の証言でもかなり慎重な運転だった、とされているんだ。にもかかわらず、避けられなかった事故だったということは、不運が重なったとしか言いようがないな。通常の交通事故とは違って、SNS 上でも運転手への同情の声が多く寄せられたんだぜ。次はそれについて、詳しく見ていこう。交通事故の場合、通常は車の運転手に対して厳しい声が集まることが多い。だが、この事故では異例なことに、運転手への同情的な意見が多く見られたんだぜ。SNS やニュースのコメント欄には、運転手を擁護する声が次々と寄せられてな。なぜ世論は運転手に味方したの？多くの人々が、運転手があまりに不憫だ、と思ったからだろうな。ワゴン車の発進直後に腹ばい状態で、急接近したという予測不可能な展開に、多くの人が避けようがない、と共感したんだ。具体的にどんな意見があったの？車から見えない位置から腹ばい状態の子供が滑り込んでくるなんて、気づけるはずがない。これで運転手に責任を取れというのはあまりにも理不尽だ。私が運転していても同じことになっていただろう。と、運転手の立場に立った発言も多く見られたぜ。避けられなかった事故だったという事実が多くの人の心を動かしたんだ。さらに事故現場の道路状況も運転手への同情を集める要因となったぜ。
運転手側が優先道路で、スケボー側の道路に一時停止の標識があったからな。他にはどんな意見があったの？一緒にいた祖母の監督責任を指摘する声も少なくなかったぜ。祖母がきちんと見ていれば防げた事故だったのでは。子供から目を離した祖母の責任は重い。といった意見が、特に SNS 上で多く見られたんだ。そっか、おばあさんもほんのちょっと目を離しただけかもしれないけど、本当に無念よね。そうだな、それに、専門家の評価も運転手への同情を強めた要因の一つだな。交通事故鑑定人が、運転席からは完全な死角になっており、事故の予見は極めて困難だった。と指摘したことで、一般市民の直感的な同情が専門的な見地からも裏付けられたんだ。みんなのもやっとした気持ちが確信に変わったのかな？おそらくな。それと、この事故をきっかけに住宅街での子供の遊び方について議論が巻き起こったんだぜ。いわゆる道路族と呼ばれる、公道で遊ぶ子供たちと、それを放置して注意しない保護者たちの問題だ。他にも、子供の遊び場所が限られている現状と、交通安全という相反する課題をどう解決するべきか、といった問題に多くの意見が寄せられ、自身の経験を共有する声も相次いだんだ。例えばどんな？私も子供の頃、似たような遊び方をしていた。あの時の親や近所の大人たちの注意の意味が、今になってよくわかる。最近の子供たちの遊び方を見ていると、いつか同じような事故が起きるのではと心配になる。という懸念の声も多く見られたぜ。運転手を一方的に非難するのではなく、地域社会全体で子供の安全を守る、という意識が高まったことは、この痛ましい事故がもたらした前向きな影響と言えるかもしれないな。そうね。この不幸な事故から、そうした意識が広がったのは本当に良かったと思うわ。そうだな。誰か一人の明確な過失や責任を問うことが難しかったこの事故。5歳のこの予測不可能な行動に責任は問えないし、運転手は交通ルールをきちんと遵守していた。一緒にいた祖母の監督責任を指摘する声はあるものの、それも事故の直接的な原因とは言い切れないからな。そういうわけで、明確な加害者のいない事故、誰もが不幸になった事故、として、この事故は記憶されることになったんだ。ところで、この事故の加害者はその後どうなったの？事故発生直後、ワゴン車を運転していた男性は、自動車運転処罰法違反の容疑で現行犯逮捕されたんだ。しかし捜査が進むにつれ、これまでに話したような事故の特異性が次第に明らかになっていった。そして、2020年12月1日、東京地検は男性を嫌疑不十分で不起訴処分とする決定を下したんだ。何が決め手となったの？現場の詳細な検証結果だな。事故現場の画像や、防犯カメラの映像を分析しての結果だった。やはり運転手の視界からは男の子が完全に見えない状況だったことが確認されたのさ。みんなの直感通りだったのね。さらに、事故が起きた交差点は運転手側が優先で、スケボー側の道路に一時停止の標識があったことも、重要な判断材料となったぜ。現場検証、専門家の分析、目撃者の証言、すべてがこの判断の妥当性を裏付けたんだ。それで検察は、事故の予見は困難で、運転手に過失があるとは言い難い。という結論に至ったんだぜ。世間の反応はどうだったの？世論も不起訴処分を支持する声が圧倒的多数を占めて、妥当な判断だ。という意見が大半だったぜ。結果として、その後の刑事裁判も民事裁判も行われることはなかったしな。ねえ、マリサ。過去にもスケボー事故の判例はあるの？実はあるんだ。過去の事故の判例では、スケボーの飛び出しを予測できたかどうかが、判決を分ける重要な要因となったぜ。特に平成15年の東京地裁判例では、運転手が子供の存在を予見できた。として過失が認定されているんだ。通常の事故なら、スケボーに乗った高さもあっただろうしね。今回とは状況が全く違うわよね。そうだな。今回の事故では腹ばいという特殊な姿勢と、建物の陰からの急な出現という状況から、予測は不可能だと判断されたんだ。ところで、男性は今どうしているの？不起訴処分後、世田谷区にある会社の経営に復帰して、現在も代表取締役社長として職務を続けているんだ。現行犯逮捕という形で社会的な影響を受けながらも、その後の生活をなんとか立て直すことができたぜ。それを聞いて安心したわ。でも、きっと関係者みんなに深い傷を残したわよね。そうだな。亡くなった男の子の命は二度と戻らず、遺族の悲しみは計り知れない。特に現場に居合わせた祖母の悲しみと後悔はいかばかりかと思うぞ。事故を起こした男性自身も、きっと言いようのない深い心の傷を負ったよな。事故の再発防止のために、似たような状況で起きた事故の事例を見ていくことは重要だぜ。まずは、今回のように、子供が巻き込まれたキックボード事故について詳しく見ていくぜ。
2024年10月15日、徳島県阿南市で痛ましい事故が起きたんだ。午後5時半頃、住宅街の T 字路で、キックボードで遊んでいた3歳の女の子が、車にはねられ、意識不明の重体となってしまったんだぜ。3歳？そんな小さな子がキックボードに乗っていたの？ああ、そうなんだ。たまたま事故の瞬間を近所の女性が目撃していてな。3歳の女の子が車の下敷きになっている。と119番通報したおかげですぐに救急車が到着できたんだ。運転手はどんな人だったの？運転していたのは71歳の男性だ。孫を学童保育から家に送り届ける途中で、車には妻が助手席に、孫2人が後部座席に同乗していたという。それほどスピードは出していなかったようだが、右折しようとした際に女の子と衝突してしまったんだ。容疑者は、子供を跳ねたことに間違いありません。と容疑を認めており、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたぜ。事故の原因は何だったのかしら？事故現場となった T 字路周辺の状況がこの事故の要因の一つと考えられている。この地域は細い市道が網の目のように広がっていて、住宅と道路の境界には多くのブロック塀や生垣が立ち並んでいたんだ。そのため視界が非常に悪かったという。さらに事故が起きた午後5時半は日没間近の白ぼどき、視界の悪化も事故の原因と考えられているんだ。女の子側にも何か原因があったの？そうだな、女の子に、というより、女の子が乗っていた三輪タイプのキックボードに致命的な欠点があったんだ。三輪タイプは二輪に比べて安定性が高く3歳児でも使用できる一方で、ブレーキが装備されていない。そのため、急な停止が必要な場面での危険性をはらんでいたぜ。ブレーキがないなんて怖いわね。他にも何か問題があったの？ああ。このタイプのキックボードはアスファルトの上でないとスムーズに走行できない。という特徴があって、砂地の多い公園では遊びづらく、結果、子供たちがついつい公道で遊んでしまうんだ。前に話していた道路族ね、ところで車にも問題があったのかしら？車といえば今回のことに限らず、最近の電気自動車や、ハイブリッド車の危険性が指摘されている。どちらも走行音が極めて小さく、接近に気づきにくいという問題があるんだ。実際、保育園の送迎時に、同じように怖い思いをした経験があるという声が多く寄せられたんだ。それ、わかるわ、私もヒヤッとしたことがあるもの。そうだろ？こうした反応からもわかる通り、この事故のケースは決して珍しくはない。消費者庁の統計を見ると、2010年以降、10歳未満の子供によるキックボード走行中の事故が増加傾向にあるんだ。しかも、脳内出血や骨折など重傷を負うケースも報告されているぜ。子供が重傷を負う事故が増えてるって心配ね。ああ。だが、それだけじゃない。大人の電動キックボードによる事故も急増しているんだ。例えば、2024年2月3日に名古屋市中区栄4丁目の路上で起きた事故では、47歳の男性が道路を横断しようとした瞬間、後ろから一方通行を逆走してきた電動キックボードと激しく衝突したんだ。男性は道路に倒れ込んでしまったぜ。一方通行を逆走してきたの？それで目撃者はいたの？ああ、事故の瞬間は周囲の防犯カメラや、近くを走行していたタクシーのドライブレコーダーにも、鮮明に記録されていたぜ。事故の直後、現場に居合わせたタクシー運転手が即座に対応したんだ。大丈夫ですか？と声をかけながら倒れている男性に駆け寄り容態を確認。その後、救急車の手配と警察への通報を行った。この迅速な対応のおかげで被害者はすぐに市内の病院へ搬送されたんだ。相手の人は？電動キックボードを運転していた44歳の男は一度はその場に立ち止まって、倒れた男性が立ち上がる様子を見ていたんだが、そのまま現場から来た方向へ逃げ去ったという。タクシー運転手は、ドアを開けた瞬間、そのまま北の方へ逃げていった。跳ねた男に大丈夫ですか？と話をしたんですけど、相手の反応はなかった。と当時の状況を証言しているぜ。それってひき逃げよね？それで被害者の男性はどうなったの？被害者の男性は地元で飲食店を経営していたんだが、事故から1日経って当時の状況を詳細に語ってくれたぞ。渡り始めた瞬間にあって声がして、そのままぶつかって吹っ飛ばされた。呼吸が苦しかった。息をしても空気が入ってこない感じ。息を頑張って吸っても。と、その恐怖の瞬間を振り返っている。その後、病院の X 線写真で、右の鎖骨と肋骨が折れているのが確認された。すごい衝撃だったのね。ああ。交通事故鑑定人も詳しい分析をしていてな。衝突前から衝突までほとんど一定の速度で走っている。ちょうど20キロぐらいで走っているようだ。自動車なら体全体の幅以上に車があるので、衝撃が分散されるんだが、電動キックボードは衝突部分が非常に狭い。鉄パイプや金属バットで殴られたような衝撃になる。と説明しているんだぜ。金属バットって、そんな、それで街の人たちの反応はどうだったの？
この事故をきっかけに、キックボードの危険性を指摘する声が多く上がったんだ。本当に結構なスピードで横切っていくのを見るので気になる。人の合間を吸っていくじゃないですか。もうハラハラしてた。若い人はパッと避けられるかもしれないけど、ご年配の人は無理ですもん。といった声が聞かれたぜ。私も時々、そんな乗り方をしている人を見かけることがあるわ。あれって本当に怖いわよね。そうだな。それと、被害者の男性も自分の行動を振り返っていてな。私にもちょっと非があるかなとは思っているんで、道路にすっと出てしまったのは私なので。ただ、電動キックボードは一方通行を逆走しているんで、反省してほしいですね。と、冷静な見方を示したぜ。逃げた人はその後どうなったの？事故から約1週間後に警察に逮捕されたぞ。その後、名古屋区検は2024年2月29日、この男を道路交通法違反のひき逃げの罪で略式起訴、名古屋簡裁は罰金50万円の略式命令を出したぜ。ただし、危険運転致傷と無免許運転の疑いについては不起訴処分となったんだ。そっか、キックボードの危険性を考えさせられる事故よね。ところで、他にも似たような事故はあったの？ああ、次は東京、池袋で起きた事故を見ていこう。この事故は加害者の態度や事故後の対応が大きな波紋を呼んで、SNS で事故の一部始終が拡散される事態になったんだ。一部始終が拡散って、一体どんな事故だったの？2023年9月6日の午後3時50分頃、東京都豊島区東池袋の歩道を23歳の女性が、レンタルした電動キックボードで走行していたところ、商業施設から出てきた60代の女性と衝突。ここは多くの歩行者が行き交う場所で、自転車の通行すら禁止されていたんだ。自転車で走行してる人がいれば、警備員が降車を指示するほど、歩行者の安全を優先するエリアだった。そんな安全であるはずの場所で事故が起こったのね。ところで、被害者の方は大丈夫だったの？いや、衝突の衝撃で転倒した60代の女性は肋骨を骨折する大怪我を負ったんだ。だが、その加害者女性がその場で取った行動がさらに周囲の人々を愕然とさせることになったぜ。近隣店舗の従業員が証言しているんだが、スマホ使用による自転車事故の増加や、おばあさんが転倒しても悪びれる様子もなく謝りもせず、まるで勝手に転んだだけでしょって感じで逃げようとしたみたいです。すごく態度が悪くて、後から駆けつけた警察に対しても口答えしてるような口調でした。と、ふてぶてしい態度だったらしい。他の目撃者も同じような印象を受けたの？ああ、別の目撃者も。ご年配の女性の方はお腹のあたりを押さえていて、少し痛そうにしてましたけど、事故を起こした若い女性は反省するどころか、ふてくされたような表情でした。と証言しているんだ。しかも、事態はさらに悪化して、事故現場に駆けつけた警察官に対して、加害者女性はペットボトルで腕を叩くという行為に及び、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕。その後、自動車運転致傷処罰法違反の過失運転致傷と、道路交通法違反のひき逃げの疑いでも逮捕されることになったんだぜ。警察の取り調べに対しては、どんな供述をしたの？走行していい場所が完全に理解できていなかったので、そのまま歩道を走ってしまった。と供述し、時速10キロ以上は出ていた、とも認めているんだ。ただし、最高速度は時速20キロ、というルールについては理解していなかったぜ。事故自体は認めているの？いや、完全には認めていない。歩行者の女性とは当たってはいないと思いますが、女性が転倒してしまったのは私が原因です。と、容疑を一部否認する姿勢を見せたぜ。しかも、使用していた電動キックボードが、歩道走行禁止の機種だったことも知らなかったようだ。この事故、SNS で話題になったって言ってたわよね？ああ、事故直後の様子が即座に拡散されたんだ。事故からわずか10分後の午後4時3分、池袋パルコの別館前で事故を目撃した人物が写真付きで投稿を行った。グリーンの電動キックボードを片手に引きずる女性と、その横で座り込む被害者女性の姿が映っていたんだ。投稿はそれだけ？いや、投稿者はその後も現場に留まって、状況を継続的に投稿していったぜ。事故したやつ、全然反省してないで警察に反抗してる。事故で怪我させた相手に謝ってもいないで動画撮ってるよ。女性警察官まで登場。10人以上来てた警官はみんな税金からなのよね。本当に厄介税多いな。と、事故とその後の状況を伝えたんだ。そして、この事故を知った人たちから、キックボードについて様々な声が寄せられたぜ。例えば、どんな？毎日のように親子の二人乗りを見かける。トンネルで真ん中を蛇行運転していた。スクールゾーンでも爆走して、子供が惹かれそうになった。など、交通ルールやマナーを無視した危険な利用が次々と報告されたんだ。中には有名人からの反応もあった。具体的には著名な漫才師が X で、こんな乗り物次々事故起こるぞ。と警鐘を鳴らしたんだ。有名人も X でつぶやいたのね。ああ。
その他、一般の人たちからも、ルール無視もしくは理解しないまま乗ってる人が多い。国はなぜ規制強化ではなく、規制緩和したのか意味がわからない。といった批判的な声が相次いだぜ。実際、フランスのパリでは、2022年に電動キックボードの事故による負傷者が430人に達し、住民投票の結果、電動キックボードのシェアリングサービスは完全に廃止されたんだ。それに比べて日本は？全く逆だな。警察庁の発表によると法律が緩和され、事故や検挙数が増加しているのが現状だ。みんながそれを肌で感じているから、キックボードについて否定的な意見が多いんだろうな。だが、この事件の報道のあり方について、懸念の声が上がったのも事実だ。加害者の実名が顔写真付きで報道されたことについて、ひき逃げ死亡事件と比較してこれは明らかに行き過ぎ。通常の自動車事故ならこんなに報道されないし、顔まで出ないのに、この件が珍しいからか、顔と実名が公開されてる。といった疑問の声が上がったんだ。言われてみればそうね、亡くなったわけでもないのに。顔写真付きの実名報道は確かに珍しいわよね。そうだな。それだけこの池袋の事故は、電動キックボードにまつわる、いろんな問題を浮き彫りにしたんじゃないか？利用者のマナーの悪さやルールに関する知識不足加えて、加害者の事故後の不適切な対応がみんなの怒りを買ったんだと思うぜ。本当にそうね。キックボードは手軽で便利だけど、ルールはしっかりと学んでおかなきゃね。そうだな。2023年に電動キックボードに関する法改正もあったしな。法改正があったの？一体何が変わったの？実は2023年7月1日に道路交通法が改正されて、電動キックボードを取り巻く環境が大きく変化したんだ。特定小型原動機付き自転車という区分が新設され、一定の条件を満たす電動キックボードは、運転免許が不要になったんだぜ。じゃあ、これまで以上に気軽に乗れるようになったってこと？ああ。16歳以上であれば誰でも運転できるようになり、より身近な乗り物になったんだ。ヘルメットの着用も義務から努力義務に緩和されて走行可能な場所も車道だけではなく、路側帯や自転車道にまで広がったんだぜ。これまでの話を聞いていたら、ヘルメット着用は必要だと思うけど、ところで、歩道は走れないの？条件付きで歩道の走行も認められたが、その場合は時速 6km 以下での走行が必要だ。保安基準も設けられて、サイズや出力の制限に加え、自賠責保険加入とナンバープレート装着が義務になった。規制や罰則もあるの？もちろんだ。16歳未満の運転禁止をはじめ、飲酒運転や二人乗りなどの危険行為には厳しい罰則が定められているぜ。そうなんだ、私たち、これまで見てきた事故教訓に交通マナーとルールをしっかり守っていかなきゃね。そうだな。電動キックボードは法改正でより身近になったが、その手軽さゆえに、事故のリスクも高まっている、霊夢の言う通り、安全運転に気をつけて、お互いに交通マナーを守りながら責任を持って利用していきたいな。ということで今回は、世田谷区で起きた世田谷原バイスケボー事故を紹介したぜ。5歳の子供の痛ましい事故だったけど、誰か一人を責めることはできない事故だったわね。運転手は交通ルールを完璧に守っていた模範的なドライバーだったし、男の子はただスケボーの楽しさに夢中になっていただけ。祖母も一瞬目を離しただけでまさかこんな悲劇が起きるとはな。そうね。保護者と地域で子供たちの安全をしっかり守っていきたいと思ったわ。それに、最近は電動キックボードの事故が増えている。便利な乗り物だがルールやマナーを守らないと大きな事故につながってしまう可能性があるんだ。一瞬の判断ミスや不注意で、取り返しのつかないことになりかねないんだぜ。本当に他人事じゃないわよね。ところで、あなたはキックボードの事故に遭ったことがありますか？または事故を目撃したことがありますか？もしあったら、ぜひ体験談をシェアしてください。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。